どうも、ネコロネコです。図鑑コンプリートをゲーム開始2日目に完了いたしました。図鑑コンプとはいうものの、やることはユニットの研究と、レベル上げをひたすら続けるだけでしたので、あまりに単調作業なため過程の動画は割愛させていただきます。サモンユニット攻略ウィキに、各ユニットの発見方法は記載されておりますので、研究に必要なユニット、アイテムなどを、全種集まるまで地道に準備していくだけです。合計126種類おりますが、昔一度コンプしておりましたので、思ったより時間がかかりませんでした。さて、これでクリアと思う方はそれでもちろん構いませんが、私はこれが単なるスタート地点だと思っております。なぜかと言いますと、次に待ち受けるのは世界です。つまりはネット上の他のプレイヤーと戦ってまいります。選択可能エリアにコロシアムが出ておりますが、こちらがランキング戦の入り口となります。コロシアムですが、このラックル版ですと、元祖サモンユニットから対戦枠が大幅に規模が縮小されました。と言いますのも、この復刻版サモンユニットでは、ランキング戦の種類は全部で8種類だけです。コストは500、1000、3000、無制限の4種類から選び、属性強化あり、なしの2種類からも選んで、コスト条件と複合させます。ボクシングの重量制限みたいなシステムですね。しかし、元祖サモンユニットではなんと、ランキングの種類が60種類もございました。まず大きなシステムとして、3種類の対戦形式から選びます。その枠組みが、ランダム、パワード、ネット、です。ランダムは9マスの複数箇所に敵ユニットが出現。パワードはステータスが強化されたユニット1体が出現。ネットは他プレイヤーのデータを元に生成されたユニットが出現。この3形式とコスト、属性強化有無等を複合して枠を選べました。昔はコストが10種類から選択可能で、500、650、800、1000といった感じで、低コスト帯のレパートリーが細かくチョイスできてました。現在プレイ中のラックル版ではランク枠がめちゃくちゃ削減され、これを期待して図鑑コンプした私にとってかなりショックです。現行サモユニの対戦形式は、ネット、一択になると思われますが、ひとまずコスト500でチャレンジしていきますね。ここからは修羅の世界です。味方ユニットの回復ができないまま、半永久的に対戦が続きます。バトル終了時の HP と CP が、次以降のバトルに引き継がれます。CP が引き継がれるのはメリットになり得るため、バトルの状況次第で、うまく CP 貯金しながら戦いたいですね。1戦目のお相手、マージエンペラー1体を撃破しました。マージエンペラーは召喚コスト500ですので、このユニットを召喚しますと、コスト500の上限となり、他ユニットは追加で配置できません。それでもマージエンペラーは、有効範囲1から3すべてに攻撃可能で、特に有効範囲3のメテオは威力25と遠距離かつ強力な技です。無思考でこいつ1体をコスト500で召喚する人を時々見ますね。ただ、最大 HP32、防御0、素早さ18と他能力値が弱めです。私のユニットはすべて素早さ20以上で固めてますので、マージエンペラーよりも先手で攻撃可能です。こちらの CP に余裕があれば、先行1ターンキルができます。ただし今回のようにお相手の初期配置が奥の3列目ですと、私のユニットで有効範囲3を高威力で出せる者がいないため、敵の HP が満タンなら1発は何かしらのダメージを負いますね。ちなみに、お相手の HP はバトル開始時に満タンとは限りません。2戦目のマージエンペラーは初期 HP が2でラッキーでした。こうしたタイミングで追加ユニットを置いておくことで、そのユニットのターン経過回数だけ CP が貯金されます。プチドラシー2体の CP をそれぞれに回復しました。3戦目のスフィンクス1体も撃破です。このスフィンクスは HP が20しかない徹夜出勤後の体力でした。長時間労働お疲れ様です。お相手のデータはおそらく他プレイヤーの情報が元と思われますが、データ送信のタイミングによるためか、初期 HP が消耗してました。4戦目のスフィンクスは初期 HP が21です。展開女戦士3体から威力8の雷×3で迎撃1キルします。スフィンクスは素早さ26と高速ユニットですので、素早さ20の展開女戦士は後手行動となりますが、スフィンクスの初期配置が後方3列目で HP も低いため、今回はうまくノーダメで突破できました。今対戦中の5戦目スフィンクスは初期 HP が34です。戦略は4戦目と同じですが、敵の HP を1ターンで削れないため、10ダメージを受けます。
スフィンクスには技が3種類ございますが、有効範囲3の太陽の鏡が威力10で最小ダメージです。HP を削りきれないスフィンクスからダメージを受ける場合、範囲3だけに味方ユニットを置くと1ターンの被害が減らせます。そしてスフィンクスは、プチドラシーと並びまして、このネット対戦形式で環境ユニットと言って良いほど遭遇します。この動画の録画前にテスプレで一度コロシアムを下見しましたが、私が対戦したタイミングでは9割以上の確率でスフィンクス。スフィンクスの側近によくプチドラシーがお供していますね。そんなに強いのかと思い、私もスフィンクスを召喚しております。スフィンクスは範囲1から3の技をそれぞれ備えており、有効範囲1の謎かけは威力22、有効範囲2のピラミッドパワーは威力29と強力です。しかも召喚コスト450で、コスト枠500では50余るため、召喚コスト50のプチドラシーも同時に召喚できます。プチドラシーも小コストで強力な技が使えるユニットです。有効範囲2の衝撃波は使用 CP6 で威力21。これが強いです。有効範囲1の突っつきは使用 CP0 で威力3、たまに使えます。プチドラシーの衝撃波を使うには、CP を貯める必要が出てきます。6ターンの経過を待つのは時間コストが大きいですが、HP を温存できる意味ではコロシアムの高戦績が狙えます。敵からダメージを受ければ、高速で CP 回復が狙えます。どちらを取るかは状況次第です。6戦目のスフィンクス&プチドラシーを撃破しました。まだ序盤ですので、味方ユニットの負傷は最小限で済んでます。バトルが続きますと CP が枯渇してきますので、技が打てずに敵の攻撃でだんだんと自利品になってきます。このため、同じ種類のユニットで CP のばらつきが出ないように、ユニット1体ごとの健康状態を管理しながら配属させていきます。このプレイ動画ではバトル突破できたシーンのみを映してますが、実際は NG シーンで何度もブラウザ更新&ロードしてます。コロシアムでは1戦突破ごとに待機画面で手動セーブが可能ですが、バトルで敗北時に、バトル終了です、の画面をクリックしますと、その後自動セーブ機能が発動してバトル再戦に戻れなくなります。ロードを試してもサモンユニットのメイン画面に戻ってしまい、N 連勝中のコロシアム戦に復帰できず、1戦目からやり直しです。この自動セーブ機能はユーザー補助として結構不親切に感じます。もしかすると何かしらの不正防止の意味があるかもしれませんが、セーブしますか、といった確認メッセージは欲しいです。私の知る限りサモンユニットの自動セーブ機能は、コロシアム敗戦時以外では発動しなかったはずです。私もゲーム制作経験がございますので、自動セーブ機能を導入した経緯はなんとなく察しますが、突き詰めるところ、技術不足か使用不備による応急処理な気がします。私は敗戦時に即座に F5 キーを押してロードを行い、コロシアム戦のデータを自己防衛してます。もしこの動画を見た方でランキングを狙う方がおりましたら、セーブデータの維持管理にご注意くださいませ。さて、8戦目のスフィドラシー戦ですが、お相手2体はどちらも体力満タンです。プチドラシーは最大 HP が12ですが、スフィンクスの最大 HP60 を削るのは少々苦戦します。私はスフィンクス6体で今回バトルに挑んでおりますが、スフィドラシーのミラーマッチが結構泥沼です。バトルで相手と自分の素早さが同じ場合、私のユニットが先手を打てますので、完全に同じステータス持ちなら先行の自陣が勝てます。ただし、コロシアムは連戦を永久に続けますので、徐々に HP と CP が削られ、体力がギリギリで対戦する時が来るでしょう。味方ユニットの数が多くても勝てない場合はありますね。召喚ユニット選びはなるべく効率的に組みたいところです。最後に1、2体だけ召喚ユニット一覧が生き残って敗北するのが、ユニットの使用効率としてはベストなのではないかと思います。9戦目のスフィンクスは初期 HP31 です。プチドラシーが付き人しておりますが、遠方から攻撃して味方へのダメージを最小値に抑えたいです。お相手のスフィンクスの初期 HP が30以上ある場合、その時点でノーダメの突破は自陣ユニットたちで不能の構成です。スフィンクスの素早さ26よりも先手で攻撃できるユニットは、同じスフィンクスのみだからです。スフィンクスの一撃で出せる最大威力は、威力29のピラミッドパワーです。実は下見プレイの際に、素早さ最速ユニットの銀狼がいましたが、
凍てつく方向の消費 CP と召喚コストが少々重いため、このネット対戦形式ではメンバーから除外いたしました。昔実装されてたパワード1000コスト500では大活躍でしたが、現行の対戦では CP 貯金の休息がほぼ取れず技が打てません。ちなみに私が最もやり込んだシステムはパワード1000低コスト帯です。パワードは出てくるユニットのお品書きが完全に定まっており、ネット対戦のように出現モンスターが不明なまま進むことはなく、対戦前の緻密な計画を不要の事故なく活かせる点が良かったです。10戦目のお相手スピドラシーは体力満タンです。そろそろ各ユニットの HP と CP が減ってきており、どのユニットで出陣して被害を抑えるか考えどころです。ひとまず残数の多いスフィンクスから1対戦出いたします。体力満タンのスフィンクス同士ですと、同じ技でやり合うので私のスフィンクスは大ダメージ必至です。太陽の鏡をミラーマッチさせる場合、残り HP10 まで減らされるのがきついところですが、ユニットの経過ターン数は稼げます。ターン経過回数の多さを利用して、月人のプチドラシーの CP を貯金していけますね。プチドラシーの衝撃波を温存する場合、スフィドラシーのミラーを範囲に加算でやり合いますと、こちらのプチドラシーは完全に戦力外になります。プチドラシーの突っつきは有効範囲1ですので、範囲1ミラーマッチなら追加戦力になりますが、スフィンクスの謎かけが威力22で短期決戦せざるを得ません。CP 貯金を無視して HP 温存を取るなら、範囲1でミラーマッチはありですね。ただし、お相手の初期ユニット配置の依存度が大きいです。敵の初期配置が自陣に近い位置なら範囲1ミラーが可能ですが、初期配置が3の場合は遠方から太陽の鏡ミラーを求められます。ユニットの攻撃と移動は片方しか1ターンに実行できないため、こちらの移動中に敵から1ターンの追加攻撃は結構痛いです。移動してもいい特殊な事情がなければ、基本なるべく動かずに連続攻撃していく方が HP を温存できます。11戦目と12戦目のスフィンクスは HP60 ですが、前列で有効範囲1圏内に攻撃できる初期配置ですね。これならプチドラシーの突っつきが活躍できます。スフィンクスのピラミッドパワー ×2 と突っつき ×1 で、威力合計61となりギリギリでスフィンクスを倒せます。素早さ20のプチドラシーはスフィンクスに後手を取りますが、私のスフィンクスを有効範囲2の位置に置くことで、敵のスフィンクスは私のスフィンクスを優先して攻撃します。威力29のピラミッドパワーが最大ダメージを出せるからです。たとえ有効範囲1のプチドラシーを謎かけで撃破可能だとしても、CPU の思考回路はダメージ計算一択です。パターンを把握できれば攻略しやすいですね。というわけで、最接近したスフィンクスを、ツツキピラミッドで撃破です。残った敵のプチドラシーはツッツキで威力3の攻撃をしますが、その程度なら私のプチドラシーは3回まで耐えられます。ただし戦闘時に敵ユニットの初期 CP が高い場合は注意が必要です。今回は衝撃波を出すほどの CP を敵プチドラシーは未所持でしたが、時々初期 CP が高くて初手衝撃波のプチドラシーも出現します。本気で挑む前に一旦確認してから F5 で再挑戦すると良いですね。逆に初期 CP が低いスフィンクスもたまに出現します。味方ユニットの初期 CP はスフィンクスの場合8で、先行1ターン目で使用 CP9 のピラミッドパワーが発動できます。しかし所持 CP が少ないことでピラミッドパワーを打てずに、初手で後ろに移動して逃げる挙動のスフィンクスなら、CP 不足が原因と考えられますね。さらに、あまりにも CP が枯渇しておりますと、CP5 の謎かけも使えない場合も存在します。敵ユニットの CP を完全に把握できる事例は少ないですが、確認方法は存在します。スフィンクス同士のバトルですと有効範囲2にユニットを置き、こちらのターンで行動をパスした後、敵が攻撃しない場合ですと、その時点で敵スフィンクスの所持 CP は8以下と判断できます。その後私のスフィンクスを一歩ずつ敵側に前進させていき、スフィンクスを範囲1まで詰め寄った相手のターンでも、敵スフィンクスが謎かけを発動しない場合ですと、その時点で敵スフィンクスの所持 CP は4以下と判断できます。確認が終わり次第 F5 キーでリトライし、前線データをロードしましょう。敗戦時の自動セーブは怖いですからね。さて、今戦闘で残り1体のプチドラシーと睨み合っておりますが、CP 貯金のチャンスですので、なるべくダメージを受けないように戦闘をロンダリングします。敵プチドラシーは CP 不足で衝撃波を使えないため、展開女戦士が有効範囲にいても移動してこちらに接近します。展開女戦士は威力18のサミダレ切りを使い一撃で勝利できます。
天界女戦士に似たユニットに天界戦士が存在しますが、天界戦士は素早さ18と遅く、敵プチドラシーに後手を取ります。天界女戦士ですと素早さ20で、同速でこちらが先手を取れます。コロシアムでは今回初めて採用したユニットですが、低コスト帯で案外使えるユニットかもしれませんね。下見でバトルした際は、代わりにゴブリンマージがいたのですが、一列に3体しか配置できない本ゲームでは火力不足に感じました。パワード1000コスト500ではよく活躍したユニットですが、本対戦では息継ぎがほぼないのでパワーユニットが優先されます。召喚コスト150ですので一列に3体配置が可能で、有効範囲3、威力8の雷を3体の天界女戦士が撃つことで、1ターンに合計威力24の攻撃ができます。コスト500戦で、以前はスナイパー ×2 をよく使いましたが、有効範囲3の長弓 ×2 は、威力計18で天界女戦士の介護官です。もちろん今回バトルでもスナイパーを3体採用しておりますが、スフィンクスばかりのお相手で有効範囲2にいますと、ピラミッドパワーの洗礼を浴びせられます。スフィンクス以上の素早さを持つユニットはあまりいないため、スフィンクスにスフィンクスをぶつける手ももちろんいけそうですが、いかんせん召喚コスト450の残りの枠が、プチドラシー一択になるのが現実です。召喚コスト50以下はプチドラシーとプチドラゴンのみで、召喚コスト50のプチドラゴンではパワー不足感が強いですね。スフィンクス相手に、いかに遠方からじりじり攻撃するかが、ネット対戦バトルの肝になりそうです。バトルは16戦目に突入し、下見の記録まであと一歩です。ただ、味方ユニットたちの健康状態がカツカツですね。プチドラシーで衝撃波を打てる唯一の1体は HP が9でした。ここで衝撃波を打てる HP12 のプチドラシーが欲しいところですが、これでは接近戦を生き抜くのは厳しい気がします。同じ種類のユニットのうち、なるべく1体以上は、体力満タンのまま試合を進めたいですね。HP と CP がマックスのスピドラシーの打開策は持ちたいです。苦渋の決断ですが、このプチドラシーは攻撃係の盾を担当させます。衝撃波の一発で援護はできましたが、この連戦で初の戦没者となります。今までお疲れ様でした。ごゆっくりお休みなさいませ。実際の戦争でも、司令官はこうした立ち回りなのでしょうか。少なくとも今進んでいるこの戦争は、私が負けを認めるまで延々と続きます。ランキング上位という栄光を手にするため、たとえ味方全員が戦没者になろうとも、それまで戦争を続けます。とんでもない戦犯ですね。トップの人間は、引くに引けない事情をお持ちなのでしょうが、リアルのインパール作戦はご勘弁願います。17戦目のスフィドらしいですが、このスフィンクスは初期 HP31 と深夜残業中の体力でしたので、この戦闘では犠牲者を出さずに戦えそうです。プチドラシーは最大 HP が12ですので、太陽の鏡、威力10を一発だけ耐えられます。スフィンクスから受ける攻撃で CP は溜まりますので、敵プチドラシーの接近後に衝撃波をお見舞い申し上げます。ところで、スフィンクスの初期 HP が31の敵が多いのですが、もしやピラミッドパワーを一発被弾されたのではと思いました。スフィンクスが別のスフィンクスから大技を食らった時点で、戦闘データが送信されて、それがコロシアムの敵と化したならば、体力が中途半端な状況の説明ができますね。となると、スフィドラシーのミラー戦が横行していることが、なんとなく裏付けられる気がします。ネット、システムの戦闘は、戦闘のマンネリ化を招きますね。パワードの戦闘システムですと、この弊害は起きないのですが、なぜ廃止されてしまったのか。大変悔やまれますね。作者様がシステム復刻の気力をまだお持ちでしたら、パワード戦の復刻を何卒ご検討いただきたいです。ただ、私が作者様のツイッター等の更新情報を拝見する限りでは、どうも本ゲームの次世代版らしきゲーム、サモンフィールド、を、直近の更新で力を入れているように伺えますね。サモンフィールド、の制作にお熱なご様子ですと、サモンユニットは古代の遺物として更新放置なのでしょうか。ちなみに私が主に使用するクロムブラウザでは、サモンフィールドのゲームがブラウザ対応不可で遊べません。推奨される他のブラウザに乗り換える気は今のところないため、当面はサモンユニットで遊んでいく方針です。時の流れは所要無常ですね。何はともあれ、このバトルで18連勝と新記録に突入です。現在こちらはプチドラシー2体がダウンしておりますが、まだ他のユニットたちでギリギリ戦えそうです。スナイパー3体の残 HP は5、8、8と1桁台になり、
太陽の鏡で生存できるスナイパーがおりません。天界女戦士3体の残 HP は全員8となっており、こちらの皆様も太陽の鏡で倒される体力となっております。生存するプチドラシー4体の残 HP は2、2、9、2ですので、プチドラシーたちも太陽の鏡に耐えられるものがおりません。本当にこのスフィンクスに侵食された対戦環境、どうにかしてほしいです。生存中のスフィンクスは6体と多いですが、残体力が10ですとバトルに敗北するので出陣できません。こうした不良債権を多く抱えていると、召喚枠の非効率さが際立ってきます。この際、次回からスフィンクスなしで挑んだ方が、良いような気がしてまいりました。体力ギリギリのプチドラシーと天界女戦士 ×3 の舞台でも、お相手の体力マックススフィドラシーをなんとか撃破しております。スフィンクスは1体で召喚コスト450と重めですので、肝心のスフィンクスが体力ギリギリで次の戦闘を継続しますと、他ユニットでリカバリーが効かず敗北宣言する羽目になります。召喚コスト100から200くらいのユニット3、4体くらいを、相手によって交代する戦法の方が現実的に戦える気がします。実際、下見バトルでスフィンクス採用率が高かっただけの理由で、私もスフィンクス6体を採用したのですが、このまま戦闘が続きますと、たとえスフィンクス6体が生存中でも、敵のスフィドラシーを倒せない理由で敗北する可能性が高いです。皆さんが使っているから、単に有効しているからというわけだけで、安易な考えで人の真似事をするとろくな目に遭いませんね。一つ教訓を学ぶことができました。20連勝に到達しましたが、ユニット一覧が崩れ始めております。戦闘不能要因がプチドラシーに3体、天界女戦士1体出ています。スフィンクスは6体全員生存中ですが、バトルに出せない低 HP 要因ばかりで危険な状況ですね。スフィンクス以外で布陣を準備して戦闘をしのぎたいです。プチドラシーはこの際、敵の攻撃を受ける盾になっていただきます。召喚コスト50で1ターンの攻撃を無効にすると考えますと、終盤ではあまり悪くない戦略に思えてきました。ピラミッドパワーも1回無効と考えられるため、スナイパーの有効範囲に、急所狙いがスフィンクスに刺さります。生贄要因のプチドラシーが盾の役目を果たした後は、さらなる生贄要因のプチドラシーを後方から前に移動させます。もはや夫人のライフスタイルは火の車です。残った自陣は天界女戦士とスナイパーだけですが、スフィンクスの残り HP が20ですので、スナイパーで最後の一撃を決めないと敗北決定です。他の打開策が見つからないため、天界女戦士は盾になります。お勤めご苦労様でした。天界女戦士は有効範囲2の技を持っておりません。有効範囲1に移動しますと威力18のサミダレ切りを打てますが、移動中にスナイパーがピラミッドパワーで撃破されますね。ここからのバトルはもはや詰将棋です。ユニット一覧では戦闘不能が7体と、缶桶がひたすら増えます。いくらバトルを進めても、永遠にスフィドらしい戦が続きます。しかし今回の敵スフィンクスは、CP 不足だと判明しました。CP 不足スフィンクスの判断方法は先ほど述べた通りですが、今回は必要最小限のユニットたちで打開できそうです。とは言っても、プチドラシーが残り1体、天界女戦士残り1体、プチドラシーを何体か追加召喚する戦法はもう使えません。一応スフィンクスを敵エリアの最奥列まで追いやることは可能で、そこから攻撃ラッシュの短期決戦に移行していきます。スナイパー2体は、それだけで召喚コスト500に到達しますが、敵プチドラシーの処理まではスナイパーだけですと厳しいです。有効範囲1までスフィンクスに接近した後は、天界女戦士のサミダレ切りで大ダメージを与えていきたいです。スフィンクスがダメージを受けることで CP が回復し、ピラミッドパワーなどの大技を連発することが想定されます。敵にターンをなるべく回さないように撃破したいです。敵プチドラシーに有効範囲1まで自陣の全ユニットが接近し、ツッツキの3ダメージだけを受けております。スフィンクスは CP 不足で行動パスです。1ターンに受けるダメージを3に抑えられれば非常にお得ですね。このスフィドラシーという悪しき環境ユニットコンビを、スナイパーと天界女戦士で打倒してまいりましょう。今スナイパーの急所狙いがスフィンクスに入りましたので、ここから短期決戦モード突入です。残り1体の天界女戦士とはここでお別れです。私のプチドラシーの衝撃波も決まりましたので、次のスナイパーの急所狙いでとどめをさせます。このバトルは突破できますが、次以降がいよいよ怪しいところです。残るユニットは HP2 のプチドラシーが1体と、HP が疲労困憊した多数のスナイパー、スフィンクスたちです。
いくらスナイパーとスフィンクスの残数が多くても、HP 不足でどのユニットでも勝てなければ敗北になります。23戦目のスフィンクスは初期 HP が30と休日出勤モードです。このお相手なら私の23日錬金スフィンクスでも倒せそうですね。肉体労働でヘトヘトのスフィンクスには、自律神経ボロボロのスフィンクスをぶつけて勝ちに行きます。この戦闘は裏で何度もリトライして勝ち筋を模索したのですが、どう頑張ってもスフィンクスを犠牲にして、プチドラシーを生かす手法が見つかりませんでした。スフィンクスが先にやられると、バトルの後始末をプチドラシーだけで対処する必要が出てくるのですが、プチドラシーは低 HP で衝撃波は高い CP を消費するため、残ったプチドラシーで敵の攻撃を耐えることが困難になります。スフィンクスを盾にする戦法が非常に厳しいのです。プチドラシーが全員消滅する道を進まざるを得ませんでした。大勢の犠牲と引き換えになんとかバトルは勝てました。24戦目のお相手は体力満タンスフィドラシーです。このお相手スフィンクスは CP 不足でしたので、スナイパーを1列目の位置に配置しました。スナイパー2体で可能な限り大ダメージを叩き出します。私のユニット一覧では、まともに戦えそうなユニットの布陣が、もうスナイパー ×2 くらいしか組むことができません。スフィンクス単体では体力が半分未満しかおらず、敵スフィンクスのピラミッドパワーで撃沈します。スナイパーの急所狙いを3回当てればスフィンクスには勝てます。しかし側近のプチドラシーを駆除できず勝てませんでした。今回の記録は23連勝になります。ランキングでは13位でした。上位100人までがランクインするとお名前が載ります。そうそうたる名簿に顔を並べることができましたので、そのランキングを一覧で拝見していきましょう。コスト500、属性強化なしのランキングでは、現在36連勝以上で1位になれますね。私は、ネット、形式の対戦は初参加でしたが、過去の経験でなんとか上位の結果に入ることができました。ちなみにこの復刻、ラックルバンサモンユニットのランキングとは別に、元祖サモンユニットのランキングがそのまま掲載されております。ランダムやパワードといった、現行で廃止されたシステムのランキングも閲覧できます。こうしてみますと、15年以上昔に遊ばれた方でも、かなり上位にランクインされていることがわかりますね。そしてこの旧ランキングに載ってるドナルドという方ですが、これが過去の私の記録です。このハンドルネームにした由来は、当時ニコニコ動画で、ドナルドのマッド動画にハマっていたからです。現在はあまり面白いとは感じませんが、当時はマッド動画の黎明期でしたので、ネットの娯楽、エンタメはマッドが主流と言って良いほどでした。パワード、コスト500の1位を取るために、2、3週間くらい研究したのを今でも覚えております。コスト650もかなりやり込んでいましたね。ただ、パワードのコスト500と650は、限界まで極めても連勝数があまり変わりませんでした。ギガントドラゴンや世界樹といった体力お化けの敵ユニットが、ボトルネックとなって強烈な攻撃を振るってくるので、味方ユニットが行くタイミングがほとんど同じだった記憶があります。今後のランキング戦は気が向いたら遊びますが、サモンユニットでパワード戦の復刻が実装されましたら、パワード低コスト対の攻略動画を上げたいと思います。今回の動画は以上となります。それでは皆様、良いサモユニライフをご堪能くださいませ。